私たちがこうして今日もあなたの恵みのもとに生きられるのは、誠にあなたの十字架の贖いによります。一人の男アダムによって罪が入り、全人類に死が広がりましたが、主よ、誠にあなたの死によって全人類に罪の許しと永遠の命という賜物が与えられたことに感謝します。どうか私たちをお救いください。どうか私たちの罪をお許しください。あなたがいなければ未だに私たちはアダムの呪縛から解き放たれなかったでしょう。私たちの呪われた性質を浄化してください。私たちの日ごとの糧をお与えください。主よ、まことに私たちの魂はあなたによらなければ罪と罰、自己嫌悪という呪いから免れられません。さらに私たちの後をサタンは執拗について回り、私たちの精神のうちに住みつき、耳元で心と体を災難できます。主よ、どうかサタンの攻撃から私たちをお守りください。毎分毎秒埃のように付着する罪にまみれたこの体をあなたの血潮で洗い流してください。主よ、どうか私たちをお救いください。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 お救いください